今日はなんかまた見つけちゃった。なにこれ、ペイント坊主ってのやってくぜー。大勢でやろうとしたけど、画面が分割されすぎてやばかったので。本日は1対1形式で順番に。ってことでまずはエイキとレイム、教室でバトルです。プレイしてない人は裏からわちゃわちゃ言ってます。それじゃあまずは教室でバトル。どんなバトルか全く把握できてないが。お、これがルールね。ちょっと把握タイム。いわゆるシューティングゲームで、相手にペイントを当てればポイントアップ。でも HP が0になるとポイント半分、半分はなかなか厳しいでございます。回避やジャンプを使って相手の弾を避けつつ、こっちは当てればいいってわけね。あとは一番多く塗った人にはボーナスとかもある模様。しゃ、細かい操作はやりながら覚えれば OK ってことでいくぜ。左が私で、右がオフオラレイム。コピーかよ。さあ始まりました。お互い近くに敵はおりません。制限時間は2分60秒ね。これは世間は3分という。押し押し、発射確認 OK。同じく、それじゃあ仮に行くか。敵風一人。説明の通り相手に当てるとスコアアップで、この HP が0になると一気にスコア半分とかようにしよう。あかんあかん、ストースで一旦退却。ってやってちょっと視点操作がうまくいってない私。ちょいパニクっております。おしおし、私はいい感じに後ろから攻撃当てられてるぜ。そしてレイム、すまんな。え、終わった？あ、復活した。まあスコア全然稼げてなかったから結果オーライ。1200だったので半分、たった600減るだけで済んだな。しゃ、もう視点操作も OK。私は順調にスコアどんどん伸びてる。兵器、3000超えてきたが、HP ピンチ、ここで死ぬと。あ、HP あんま見てなかったやって、ここで死んだらめっちゃスコアダウン。でも残り2分逃げ続けるわけにはいかんし、って言ってたら死にました。スコア一気に約2000のダウン。ふ、私とスコアほぼ一緒ね。これあれだな、スコア1万だったら一気に5000も減っちゃうわけで。タイムアップギリギリでの秒で大逆転勝利、逆に大逆転負けも十分ある怖いゲーム。そう、これもマリカみたいなもんで、マリカは1周目2周目の順位はそんな重要じゃねえ。3周目が全てなように、この勝負もラスト15秒ぐらいが勝負どころなのよ。だから今のスコアはね、大して重要じゃねえ。大切なのはタイムアップした時のスコア。最後、私が英気を抜かして華麗に1位になるんでスコアに注目しといてちょんまげ。ふ、フラグ設置お疲れ、あとは回収するだけね。さあどうかしら？お、バチバチにやり合っておりますいね。二人とも、慣れてきたのかしっかり敵の攻撃は回避しつつ、順調にスコアアップ。めっちゃ良い勝負。残り HP 的にちょっと守りに入りたい気持ちもあるけども、まだ1分以上、ここで守りに入ってスコアアップできない中、倒されたら最悪。まだまだ攻めるぜ。私も攻め続けた結果、囲まれたわたー。5600から一気に2800に、厳しいぜ。お、押し、もう死ねんぞ私。あ、はい私も終わったです。さあこれで二人ともスコア、3000前後。どうやら残り1分になると弾が3発同時発射になるようなので。さあ攻撃力3倍でのラスト、うまく死を回避してスコアを上げ優勝するのはどっちだ？う。やばい CPU 強い、レイムビリビリビリ。うっわ、ここで死んだ最悪。優勝は私のもんかしら？あ、もちろんこれ、CPU 含め8人でのサバイバル戦なので、しかも CPU のレベル設定、相手も強いなので、普通の普通に CPU が優勝って可能性もございますよ。やばい、誰か私を止めて、もうスコア的にも残り時間的にも守りに入るべきなのに、1万超えたいマジで攻めちゃった。その結果がここでの死亡ですよ、ビバビバだねドンマイだけど英気、そういうのはすごい好きだしわかるぞ主、ゲーマーとして。ありがとう。そしてここで終了。はい、しっかりフラグ回収のレイムちゃんでした。さあ敵のスコア全く見えなかったからの結果。私8人中4位1票。からの1番ペイントのスコアボーナスも入り。結構余裕で1位でしたっしゃー。負けたでからの続きまして体育館で虫ちゃん対マリサよ。しゃ負けんぜー。おしっきっか。体育館、おなじみの道具が大量でなんか面白いワクワクステージ。懐かしいぜ小学校体育館、友達と消火器噴射しちゃって大パニックだったっけ。なかなかの悪ガキ思い出。あ、もちろんわざとじゃないっすよ。それ、アニメでもやってなかった？あ、虫の実体験アニメとしてアホなんで公開しております。よかったら見てね。で私の顔面悲惨すぎ。からの HP もピンチだが、ここは一回死んで全回復がベストか。さあそろそろ開始30秒経過で。ここで虫、マリサ仕留めました。まあまあ、ここで死ぬのは想定ない。スコア半分1152。さあ虫ちゃんは約4000となかなかのハイスコアではあるけども、まあ残り時間と残り体力的に1回は死ぬの確定で間違いないだろうな。
てかまさかのここもいける？マジかその部分、小学生選手に上がるとこ、しかも全然敵いない、これはラッキー。柵の上は乗れる？ね。鉄に落ちたー。狙い通り、落とすために？マリカ柵じゃー。それは完全にやられた。おし、じゃあもう一回。残り2分逃げ切り作戦か？さっきは左から登ったから、今度は反対側行きますか。ここで一人虫ちゃんに接近。思ったか、これ上からなら通り無理じゃ。で待ってこっちの攻撃当たらんで敵さんの見事に一撃ヒットからの、負けた。さすがに、逃げ切りは無理だった。まだまだ本番はこっから。さあここで90秒、半分経過。しゃ、目標1万点超えフィニッシュ。私はここ、一回死んだ方が良さげかもしれん。はい、オッケー、全回復。さあマリサ、ここからうまい具合にスコア伸ばして死なずにフィニッシュできるか。しゃ、2連続ゲッツーオッケー。ここで再び上に参ります。私は敵を追い下でスコア稼ぎ。で、アップな、登ってる間に狙われて死にかけたんだが。どうしよう、残り1分下に降りたら死ぬのはほぼ確実だが。上にいてもスコアアップはできない中。現在3900。1位取れるかめっちゃ微妙ね。そうなのよ、こっから当てられん。なんか上から高みの見物で弾ぶっ放してるやついんだが。やはり、スコアは動かない当たらない。降りて死んで最後のスコア稼ぎ勝負に出るか。でまさかの上からでも弾当たってスコア増えたー。マジかよなんかてこ。おい、CPU の誰か上にいるぞ、死ぬ間際の獲物がいるぞ。私が一体が周りに敵多すぎ。このまま残り30秒耐えればおそらく優勝だろう。余裕ぶっこいてます。で、あって登ってたら殺された。ちょっと、もう少しスコア稼ぎたい下に敵がいる方に移動。で、死なれた起きたー。全然勝ったー。そして、起きた瞬間、瞬殺。どんまいだな虫。で、残り数秒で私もなかなかどんまいな状況だが、最後の割り当たりうっぱ残り1秒で死んで半分終わった。私もしょっぽ。ということでですね、さっきの勝者エイキと、この勝負で優勝した虫ちゃんかマリサで、王者決定戦、決勝をやろうかと思ってたのですが、私、5位。あたす、6位。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。